こんにちは、下関でインターネットテレビ局をやってます、あの下関ホルモンテレビの局長をやっております藤中です。今日はたまたま坂本さんにがスタジオのに遊びに来てくれたんで、その日頃飲んだり喋ってる時に下関を熱くしたいんだ、変えたいんだっていうのを熱く語ってる坂本さんにちょうどお時間が取れたんで、そこら辺をちょっと聞いてみたいなというもんで時間を取っていただきました。今日は本当ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いつも熱い坂本哲也さんとお会いして、はい、飲んだ時なんか語るんですが、はい、知らない人もいると思いますので、はい、今坂本さんのやってることというか仕事というか簡単に言っていただけますかね。基本的に仕事は、はい、ライブハウスの経営と、あと飲食店の経営を2店舗でやってます。2店舗やってるんですね。はい、ブゼンダの方で。ブゼンダで3、うん、で経営で3店舗ですね。うん、はい。で、下関ってライブハウス、今、他に 2店舗ありますけど、はい、若い者が集まるライブハウスって今、そこ坂本さんがやってるとしかないんですけど、これはどれぐらいになるんですかね、初めて。いやー、初めて5年、約5年ちょっとですね。5年ぐらいですね。はい。どんな感じですか、若い人集まってきて。そうですね、若い人は、月間で言えば約1000人ぐらい。あ、1000人ぐらい。はい、だからあの街にこう人がやっぱ1000人動くっていうのはやっぱ嬉しいことですね。うすね、はい。僕らもその過疎化とかいろいろね、うん、商店街がね衰退したり、シャッター街がいっぱい増えたりとか、はい、調布にしろ唐戸にしろ、ね、武前田にしろで、ホルモンテレビがある唐戸の商店街なんかね、うん、本当に歩いてみて分かりますけど、はい、シャッターがいっぱいあってね。そうですね。でほとんど若者の姿は見ませんよね。そうですね、はい、もうご年配の方が歩いてるぐらいって、うん、これじゃいけないなっていうのも思うんですけど、うん、坂本さんよく話するときに、はい、下関これじゃいけんから熱くせんといけんってことをよくお聞きするんですけども、はい、坂本さんはどういうふうに下関を変えたいっていうか、変えたいというか、若者で考えると、うん、どうしてもこの辺小倉だとか、うん、博多に皆さん行ってしまいがちなんですけど、うん、僕は今とりあえず一回、今この結果が出てる出てないちょっと分からないですけど、うん、今その例えばライブハウスを作って、うん、5年6年になりますけど、例えば月間に1000人、うん、若者たちが集まれる場所ができたんだなって考えると、私はそこは今、町の貢献っておかしいですけど、うん、町に人がな動いてる、うん、そういうものを今作っていってるんだなっていうのは自分で感じます。であと飲食店を今やってるんですけど、うん、例えば今やってるのはアジアン料理、それからスペイン系の料理ってありますが、うん、やっぱり下関って武前田って町はやっぱり人がどんどん動かないといけないと思うんですよね、うんうん、でそして若者が集まる町にしなきゃいけないと思うんですよね。そう考えるともちろん居酒屋とかいろんな店があるんですけど、やっぱ特殊な、料理とか小倉に行かないと食べられないものとかもありますし、うん、福岡にわざわざ行くこともありますけど、うん、下関でやろうじゃないかということでですね、今からも私はシャッターが例えば閉まっている街があればどう開けるかを常に考えています。うん、確かに午前台今僕もほとんど行かないですけど、たまに行くと、はい、ほとんど人が歩いてないですよね。人通りが少ないですよね。僕こう見えて もう60過ぎてるんですけども、はい、僕が本当19、20歳の頃っていうのは、うん、あそこの商店街わんわん人が歩いているぐらい、ね、時代が変わったといえば変わったんでしょうし、うん、また今若い人がほとんど出てないですよね。そうですね、少ないですね。飲み屋街にしてもね、はい、それはどう若者の考え方が変わってるっていうのもあるでしょうけども、うん、それだけ魅力ある店も少ないってことはあるんじゃないですかね。はい、うん、だから武前田という町でも今実は昔よりもですね、ちょっとおしゃれな店が増えてきてるんですよ実際。あ、そうですか。はい、なのでどんどんやっぱり町には足を運んでいただきたいと思うしですね、うんうん、それは若者が今、お酒飲まない、飲む人が少ないというのもあるかもしれないですけど、とにかく外にわざわざ行くんじゃなく、うん、下関で皆さん動きましょうよっていう今確認をしたいですね。アイドルグループを作ったりとか、はい、そういう活動もやられてるじゃないですか。はい、そういうとこ、それは何か目的っていうか、アイドルグループを作ってるっていうのはですね、うん、例えばこの下関って町でも、私が芸能活動ずっとしてたっていうのがあるんですけど、うん、下関にいても何もできないって出ていくことがやっぱり多いんですよね。うん、
だけど実はできるんですよね。今インターネットもありますし、うんうんうん、いろんなことを伝える中で、この下関にこう芸能事務所があっても何でもできるんですよ、その可能性があって、わざわざ福岡もう近くて福岡ですね、この辺だったら福岡行くか東京行くかってやるよりはこの町から発信できることはやっぱりしなきゃいけないと思うし、でそしてそうすればその例えばそういう夢見てる女の子とかも、で男の子とかもそうなんですけど、そういう人たちがこの町から羽ばたいていくっていうこともできるし、でもっと言えばそういう人たちが集まれば、すごく市っていうか下関もですね盛り上がるわけですよね、そういう動きはどんどんやらなきゃいけないと思ってます。だから私も今やってますけど、どんどんそういう人たちが増えたらいいなと思ってます。そういう若い人たちがその活動できるステージを、そうですね、坂本さんは作って、ステージもありますし、そうですね、まあそういう、ステージ、そうですね、さっきも言ったようにね、若い人も下関たくさんいると思うし、いろんな活動してる人もちょこちょこ耳に来たり、たくさんいますけども、これって言ったら、まあ、一に成功してるのはあるけど、なかなか成功しにくいところあるしね、土壌的にも、若者の動きも鈍いっていうところがある、ありますよね、まあ、そこら辺でいろいろ仕掛けていってる坂本さんとはすごいなとも思う。全然すごくはないですよね、今から、本当に今からですね、でも大変だと思いますけど、それはもうどんどん今からもやっていく、そうですね、つもりなんですかね。今ももちろん音楽にしても芸術にしてもそうですけど、例えば、下関って町はおしゃれをして歩くところがないってよく言われるんですけど、そういう今からそういう例えばおしゃれをして、カップルでも友達でも歩く場所を今から作らなきゃいけないなと思ってます、それが例えば下関駅から唐戸だったり、今誰も例えば歩いてないですよね、あの間はそこをどう皆さんが歩けるようにするか、楽しく歩けるようにするかっていうのを常に考えてます。それは本当に面白いことだ。それって何なんですか、その若い人のためにそういうステージを用意したりとかね、やっていこうっていうその熱い気持ちをね、持ってこう儲けもしないことをやったりするのもね、よく言われますけどね、実は私は音楽をやっててそのいろんな町に行ったんですけど、下関って本当にいい町なんですよ、景観も素晴らしいし、自然もあるし、そして皆さんよく下関には何もないって言われるんですけど、全然そんなことは、ね、ないんですよね、もうすごいすごい街なんですよね。なのにそれに気づいてない方もたくさんいらっしゃいますし、ならもっともっと市民の方が誇りに思える街には本当にしたいなと思ってて、で例えば若者は特になんですけど、何もないと思っている方が多いんですよ、だけどそれが上物、例えば箱物が増えたらいいっていうわけじゃなくて、例えば下関駅からなら唐戸まで、景観的には世界で有数な景観なんですよね、あんな船が行き交っているところがないんですよね、実は。そういうところも本当にいい街だなって分かってもらえるっていうのが一番なんですね、だから今本当にやりたいなって思ってること言っていいですか。いいですよ。駅前から唐戸の海沿いをですね、ずっと絵のキャンバスですね、これは本当にこの前聞いて、あ、いいなと思ったんですけど、キャンバスをたくさん用意するんですよね、でそしてそこを絵描きの方がずっと絵を描いているっていうですね、一年中、それがもう例えばたくさんあるんですけど、絵が描いた絵もあるし、途中の絵もあるし、ちょっとずっと誰かが描いてる、でそこをみんながですね、いろんな人が歩いていく、でバックにはそのすごい景観があるじゃないですか、そんなことをね、どんどん全国のいろんな人にこう何ですかね、募っていってやっていけば、すごく芸術の街下関っていうのを押し出してですね、新しい何かが生まれるんじゃないかなと思ってます。まあ、大変でしょうけど、それができたら本当に素晴らしいし、面白いと思います、まあ、またその下関だけじゃなくって、よそからもね、若い人たちが集まって、そういう文化的な、ね、活動してくるというのは面白いと思う、まあ、大変だと思いますけども、すごい大変でしょうね、そういうのをやってみたいという、そうですね、本当に観光客も増えるはずですし、それで、いろんなこと、例えば今まで全く前例がないわけじゃないですか、その前例がないことをまずやらなきゃいけないというのは私の使命だと思ってます、ちょっと関係ないかもしれない、僕もしばらく福岡でずっと仕事してたんですけども、ストリートというか路地ですよね、路地の壁に、若者に、全国でいろいろやってますけど絵を描かせてね、そういう
落書きよりもうちょっとちゃんとしたものを描いた、そういうストリートを作って、和菓子とか見物に来るとかね、はい、そういういろんな試みをやられてますよね、はい、それにとって意外と下関ってやってないですよね。やってないですね。ロケ地はすごくいいのに、今おっしゃったように関門海峡のね、うん、あの海岸通りっていうのは素晴らしい、はい、ところですよね、はい、そこをもっと活用していったりっていう、生かしたいですね。なるほどね、はい、あの、うん、例えば本当に下関はやっぱ道路がすごく綺麗、山口県は綺麗なんですけど、うんうん、道路をどんどん綺麗にしていくのが大事なんですけど、うんうん、そういった文化面、ちょっとしたことなんですけど、そういうのをどんどん発展させるってことがすごく大事だと思ってます、うん。まあ、先ほど言ったね、そのアイドルのことにしても、いろんなライブハウスにしても、確かにいいことだと思うと、批判とか、うん、よくされますね。もうよくあると思うんですけど、はい、そこら辺どうですか。いや、批判っていうか、そのもうあのそういうことに儲けてばっかしてイメージがあるんでしょうけど、全然儲からないですよ。この町でそんなことして儲かるわけないし、実際のところ、うん、でもどんなことがあってもこれを続けていかなきゃいけないなっていう使命感はずっと持ってます、うん、だってあの誰かがやらないといけないんですよ、うん、私はそこにずっと、それでも何を言われてもそこにいたいなと思ってます、うんうん、それが本当に一番ですね、まあ、よくスパムさんと話してっていうのが、若者のステージを作るということと同時に、はい、だけじゃなくて老人も一緒に共存できるということをちょくちょく言ってますよね。そうですね、はい、うん、そこら辺はどうなんですかね。若者だけじゃなくて、うん、老人にも目を向けるという目をがあるみたいなんですけど。そうですね、うん、まあ、老人って言い方もおかしいですけど、うんうん、まあ、今例えば今100円バスとか、その敬老の日からですね、11月まで、うん、お年寄りがバスに乗りやすい期間があるんですよ、実は、はいはい、でそれがもう本当に数ヶ月なんですけど、うん、その間に今賃金決まって、うん、安い賃金で乗れるっていうのがあるんですけど、うんうん、それを1年中とかも全部じゃないんですよね、うんうん、日にちをちゃんと決めて1年通して乗れるようなシステムもできないかなと思うんですね、うん、そうすれば例えば買い物に行くおじいちゃんおばあちゃんでも基本的にはバスの運賃が、まあ、高かったりするじゃないですか、うんうん、だからやっぱ乗りやすくしないと、うん、買い物にも行けない人ってたくさんいるんですよね、うん、もうそういう意見をたくさん聞いてるので、そういう例えば公共の機関ですけど、うん、市が助成してなんかやってるところがあるんであれば、うん、そこは年中通してできるシステムを作らなきゃいけないと思ってます、うん、だからお聞きすると下関が本当に好きなんですね。大好きですね。愛してます、はい、そうですか。そうですか。それが本当です、うん、でやっぱり僕らにも、ね、年配にもね、そういう坂本さんの熱い気持ちっていうのは伝わってくるんですけども、うん、今の下関の若い人たちに何を一番言いたいですかね。今は若い人たち、まあ、本当に頑張っていますんで、うん、本当に頑張ってる、うん、だから、うん、例えば難しいですけど、僕に本当に連絡いただきたいなって思うことがたくさんあって、うんうん、だからみんなで手を組んでやっていけばものすごいこともできると思うし、例えば僕はまあ音楽やってるから特に思うかもしれないんですけど、下関じゃ夏フェスとかですね、うん、そういうことは一切ないんですよ、うん、まあ、仕掛ける方も、はい、音楽のコンサートとか、はいはい、そういう例えば野外でこうそういうコンサートがあったりとか、そういえば下関にはその工業屋さんっていうか、ね、そうですね、そういうとこないですよね。ないですよね、うん、やはり音楽でそのコンサートでもどんなでっかいミュージシャンが来ても、うんうん、前になりにくいんですよね。昔からやっぱりそういう、それってどうしてですかね。基本的に私が思うに、うん、例えば博多だったりとか町の方に行けば、昔からやっぱり小さいライブハウスだったりとか音楽を身近に感じるところがたくさんあると思うんですけど、うん、下関は確かに少ないんですよね、うん、昔、まあ本当にね、藤中さんぐらいの年の人たちだったらそういうところがあったかもしれないですけど、うん、今の若い人たちはほとんどそういうところはないっていうのが現実なので、うん、ちょうどエレキブームですよね。エレキブームっていうのがあって、まあ、そういう音楽団体僕作ったことあるんですけども、はい、で会員さん集めましょうって会員さん集めて、やっぱり高校生を中心に、ね、1000人近い若者が集まったっていう記憶がありますので、うん、すごいですね、うん、はい、それだけの、まあね、要素あれはあると思うんですよ、下関にね、うん、それをね、まあ、そういうことをね、目標に坂本さんがね、今からどんどんそういうステージを作って若者のね、ムーブメントを起こしていただけたらね、うん、はい、本当に下関もね、変わるんじゃないかなという予感がします、うん、絶対に変えていきたいと思ってます、うんうん、はい。